はい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 。去年、全然上がんかった菅野さんが、今年めちゃくちゃいいピッチングを続けてると思うんやけど、それって一体何なんやろ？なんでなんやろ？それをちょっとデータからもそうやし、僕が毎試合ね、ジャイアンツ戦見てる感じでもね、答えさせていただこうかなというふうに思っております。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、このチャンネルはですね、元読売巨人軍の選手であった僕、小山翔平が、ジャイアンツ情報を中心に発信しているチャンネルになります。まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、そんな感じでですね、今年中、2024年中ですね、チャンネル登録者数5万人。500人ちゃうよ。5万人をね、目指しておりますので、まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今日もやっていこうかなというふうに思ってるんですけども、今日はですね、まあちょっと月曜日で、試合がないというところで、僕がね、まあ疑問に思ったところを、今日はちょっと動画に、撮らせてもらおうかなというところで、今日はなんとね、菅野さんをね、ちょっとピックアップしたいなというふうに思いました。で、まあ今冒頭でも言いましたけども、菅野さん去年全然ダメだったじゃないですか。全然良くなかったんですよ。で、キャリアワーストの成績だったんですよね。で、そこからね、今年、まあ今3戦投げましたけども、すごくね、3戦ともめちゃくちゃいいピッチングで、すごくね、まあいわゆる復活じゃないけど、そういった形でね、今チームにすごく貢献してるんじゃないかなというふうに思うんですよ。で、まあデータというところからもそうですし、まあ僕がね見てて、まあ例えば配球であったりとか、まあいろんなところね、気づいたところあるので、ちょっと今日はね、なぜ菅野さんは復活したのかというか、まあ不死鳥のようにね、戻ってきたのか、まあ第二全盛期が来たんちゃうかとか、ツイッターとか X では言われてますけども、なんでそういう風に活躍、またでき始めたのかっていうところを、ちょっとね、できるだけ分かりやすく、皆さんにお伝えしていきたいという風に思ってますんで、ぜひジャイアンツファンの方であったりとか、菅野さんファンの方がいたらね、すごく面白い内容になってると思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。よろしくお願いします。じゃあ早速ね、本題入っていこうかなというふうに思うんですけども、まあ今ね、去年ダメダメだったじゃないかっていうふうに僕言いましたけども、去年の成績ちょっとね、振り返っていきますと、まあ4勝8敗、防御率 3.36 で、ウィップがまあ 1.09 と、まあ安定はしてるんですけども、まあキャリア最低というところで4勝に終わってるんですよね。で、まあ、去年の後半ぐらいから、まあ、少し、良い兆しというか、良いピッチング、されてたところあったんですけども、やはり、ま、結果として見るとね、4勝8敗というところで、まあ、なかなかね、チームに貢献できずに、自分自身もね、すごくこう、悔しかった1年じゃないな、悔しい1年だったんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、オフからですね、まあ、いつもハワイでやられてますけども、自主トレをね、しっかり、まあ、トレーニングも含めてね、やられてたっていうのは、まあ、SNS であったりとか、まあ、球団のね、広報からも、すごくね、まあ、見てましたし、まあ、その時から、その自主トレ当時から言ってたのは、すごくストレートが、質が上がってきてるみたいな、ことはすごく言ってて、やはりね、まあ、体がね、万全で、やれればね、まあ、全盛期とまでは言わないけど、まあ、それに近いぐらいのパフォーマンスはね、まだ出せるのかな、なんていうふうには、今でもね、思ってますと。で、じゃあもう、早速ね、昨年と比較して、まあ、変わったところというのをね、まあ、3点あるかなというふうに僕思ってますんで、ちょっとね、1点ずつ詳しくね、見ていきたいと思うんですけども、まず一つ目、今はちょっと触れましたけども、ストレートの平均球速っていうところが、やっぱアップしてるんですよね。うん。で、実際、2023年の平均球速って、147.6キロなんですよ。147.6キロ。まあ別に、めちゃくちゃ速いわけでもないし、めちゃくちゃ遅いわけでもないかなっていう数字なんですよね。で、なんと今年、まあ3戦しか投げてないですけども、149.4キロなんですよ。うん。まあ、2キロ弱ぐらい上がってるんですよね。うん。2キロ弱ぐらい上がってるんで、非常にね、バッターからしたら、まあ、147と149では全く違いますから、ほんまに違うんですよ。その2キロっていうのはね。すごくね、大きく影響してるんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、その平均球速が上がると、
なんでいいのかっていう話なんですけど、まあ皆さん普通に考えてもらったらわかりますけども、やはり速いストレートの方が捉えるのが難しいっていうのはわかると思うんですよね。で、その上で、なんで平均球速が上がると、まあピッチング全体にいい影響を及ぼすかっていうところなんですけど、やはりね、ピッチャー、プロ野球のピッチャーって、大体、まあ人によって変わりますけども、大体先発ピッチャーだったら、4つか5つぐらいは、まあ球種、変化球を持ってたり、まあストレートを含めて、まあ4つか5つぐらいは球種持ってるんですよ。で、平均球速が遅い。まあストレートが遅いと、変化球との球速差っていうのはあまり生まれないと思うんですよね。まあその変化球がものすごく遅いボールを持ってたりしたらちょっと別ですけども、大体今の現状のね、先発ピッチャー、今の現代のね、野球の先発ピッチャーって、大体ストレート、まあスライダー、まあカーブがあって、まあフォークがあって、まあツーシーム系か、まあもしかしたらチェンジアップあるかなっていうぐらいだと思うんですけども、やはり、平均球速が遅くなってくると、変化球との球速差が少なくなって、バッターからすると、変化球を待ってても、ストレートに反応できたりとかしたりできるんですよ。うん。いいバッターだったら特にね。なんですけども、ストレートの平均球速でね、とかね、バーッと上がってくると、もう仕方ないというかね、ストレートを待ってないと、変化球待ちでストレートが捌けなくなってくるんで、ストレートが速いに越したことないんですよ。例えば佐々木朗希投手、165キロとか投げるじゃないですか。で、例えば佐々木朗希投手の、例えばスライダーとか、まあスライダーで多分145キロぐらいは投げると思うんですけど、145キロぐらいのスライダーを待ってて、165キロのストレートって対応できないんですよ。だから、もう佐々木朗希投手の場合は165キロのまっすぐを打つつもりにいっとかないと、変化球は打てない、変化球は打てないんですけども、やはり平均球速が遅くなってくると、ちょっと早めの、例えばスライダーを待っといて、ストレートが来て、パーンって打ったりするっていうのも、いいバッターだったらできるんですよ。だから、菅野さんがこの、まあ2キロという、まあ、すごく小さく思えるかもしれないですけども、平均球速のアップが。でもこの2キロっていうのが非常に大きくって、そのバッターがね、そういう待ち方をできなくなってきてるっていうのは、非常にあるのかなというふうに思います。で、二つ目が、配球の組み立て方というところを、すごく変わったなというふうに思うんですけども、まあね、配球っていうのはね、やはりキャッチャーとか、まあ状況によって、めちゃくちゃ変わるんで、何通りもあるんでね、まあ一概に言えないですけども、僕が今ね、巨人戦全試合見てますけども、まあ菅野さんの登板もね、もう一回見直しましたけども、配球の組み立て方っていうのは非常に変わってるのかなというふうに思います。まあ、去年はね、大城さんと組むことが多かったんですけども、今年に関しては、誠司さんとね、組むことが、多くて、てか全試合誠司さんと組んでて、その中でね、まあ、この先ほど言ったストレートの平均球速が上がってるよという影響があるのかもしれないですけども、バンバンやっぱりね、去年よりね、まっすぐ行ってるんですよね。特に、今までの菅野さんって、例えば、2ボールとか、ワンボールとか、ピッチャーからすると、ちょっと不利なカウントの時に、大体スライダー行くんですよ。うん。まあ一番自分、菅野さん自身に、自身で一番、いい球種というか、自信がある球種がスライダーとかなんで、大体不利なカウント、バッターに対して、バッターが有利なカウントに対して、時に、スライダー行ったりすることが多かったんですけども、非常にね、今年は、まあストレートがね、走りがいいっていうのもあるのかもしれないですけども、そのちょっと不利なカウントに、なってもですね、ストレートで押し込んでファールを取ったりとかできるんで、相手バッターからすると、あれ去年ここでスライダー来たのにっていう感じになるんですよ。あ、ストレートで押し込んできた、ファール取られたってなるんですよ。で、それでワンストライクカウント取れたりするんで、相手バッターからすると、あれ去年まではここで変化球が来てたのに、ここまっすぐ来るんかっていう風に、すごく思わせてる、配球ができているのかなというふうに思います。で、まあ特にですね、まあ大城さんと小林さんのまあ配球の違いのかもしれないですけども、大体まあ大城さんとまで言わないですけども、一般的なキャッチャーって大体同じ球種をまあ2球行ったら次変えたりとか、まあ行っても3球とかなんですよ。3球行って次変えるとかなんですけども、小林誠司さんはね、相手のバッターがタイミングが合ってないなと思ったら4球でも5球でも続けてまっすぐを出したりとか、そういう配球が結構ね、したりするので、そういったところも非常にね、いい影響を相手が勝手に裏変えてくれるというか、裏を言ってくれるようなね、感じになってるんちゃうかなというふうに思います。
はい。で、最後ですね、コントロールに対する考え方っていうとこなんですけども、もともと前世紀の時の菅野さんって、もう僕も受けたことありますけども、マジでコントロールえぐいんすよ。ほんまにえぐいんすよ。まあ、見たこと皆さんあると思う、あると思うんですけども、ほんまに初球とかからでも、打てるボールこうへんやんっていうぐらい、もう四隅に投げ分けていくようなピッチャーなんですよ。特に右バッターのアウトコース、左バッターのインサイドなんかはもうほんま天下一品やっていうぐらいコントロール良かったんですよ。で、まあ、今でもいいんですよ。今でもいいんですけども、今年ね、特に、その意識が変わってきてるんちゃうかなというふうに思ってて、まあ、安倍監督はね、もともとその、困ったらもう真ん中行けと。もうフォアボール出すぐらいだったら真ん中行けっていうふうな、ことをね、チーム全体に言ってると思うんですけども、まあ、菅野さんも、もともとね、非常にコントロール、精密機械並みのコントロールがありましたと。でも、ちょっとね、年の衰えもあって、ちょっとその微妙なズレがあって、際どいところをボールって言われるシーンが結構近年多くなってきたんですよね。そこで、安倍さんがそういう、発言をされたことによって、菅野さんも、あ、じゃあもうカウントが甘い時はもうどんどん、甘めのとこ行って、ファール出せばいいやっていう、ちょっと楽なメンタルというか、今まではきち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 っていう風に投げていかないと、まあ、ダメだじゃないけど、ちょっと気が済まないみたいな感じだったと思うんですけど、今は、どっちかっていうと、頭の強さも出てきて、少々甘いとこ行っても、ファールになったりとか、相手の裏を言ってたらね、空振りであったりとか、見逃しが取れるから、そんなにきちきちいかんでも、カウント取れるよねっていうのが、すごくね、なんかこう、見てて感じるというか、今まではこう、結構ね、自分で追い込んでたような感じのピッチングするときあったんですけど、今はすごくね、誠司さんと組んでるっていうのもあるのかもしれないですけど、非常にこう、なんて言うんだろう、リラックスして投げてるというか、そんなに自分をこう、きちきちってやる、いう感じで投げてないなっていうのは、すごく見てて思うんですよね。で、まあちょっとこれ、コントロールに対する考え方ではないんですけども、非常にね、カーブというボールも非常に有効だなっていうふうに思ってて、もともとスライダーが得意。で、カットボールも近年ね、すごく投げてるっていうところがあって、どっちかっていうと、球速帯が、速いところに集まりがち。まっすぐ、カットボール、スライダーって結構早めのボールじゃないですか。で、そこにカーブであったりとか、まあ、フォークももともと投げますけども、カーブっていう球種もね、僕ね、見てる限りね、2球種使えてるんちゃうかなと思ってて、カウント取るときは、例えば128キロぐらいかな ?125 キロとかぐらいの、ちょっと緩めのカーブ投げるんですけど、この間阪神戦かな、佐藤輝明選手にから三振取ったボール、カーブだと思うんですけど、あれ132、3で出てたんですよ。多分132以下3ぐらい出てた、ちょっとパワーカーブというかね、ちょっとこう、ボールを、こう、ポーンって抜くようなカーブじゃなくて、こう、角カーブというか、こうカーンってこう、自分の手から上に離れていく、こう抜いたカーブじゃなくて、この自分の手から上に行かない、カーンっていうパワーカーブっていうのを多分投げれたと思うんですよね。わかんないです。菅野さんに聞いてみないとわかんないですけど、僕が見てる感じ、まあスライダーの軌道ではなかったんで、そういうカーブはカーブでも、ちょっと強めのカーブとカウント取る時のカーブっていう風に使い分けたりしてるんで、今まではストレート、カットボール、スライダー、まあ、たまにフォークっていうところが、まあ、主流だったところを、ちょっとカウント球でやったりとか、追い込んでからでもパワーカーブみたいな感じでね、投げたりしてて、非常にね、その幅が広がってるというか、相手も球速も速くなってるわ、今までと違うような球投げてくるわっていうところで、すごく非常に、戸惑ってると思うし、これはね、ほんまに今年ね、ほんまに13勝以上してくれる可能性っていうのは僕はほんまにあるんちゃうかなというふうに思ってて、ワンチャン15勝ぐらいほんまにコンディション良くて回ってたらあるんちゃうかなっていうぐらい、すごくいいピッチングしてるし、すごく誠司さんとね、いい相性だなというふうに思うので、非常にね、まあ僕3つ変わったところあるのちゃうかなというふうに、言いましたけども、まあそれ以外でもね、変わってるところあるかもしれないんで、ぜひね、皆さんが思うね、菅野さんが変わったところなんかを教えていただけるとすごく嬉しいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。